はい、カワハギ、まず普通の。次はこのくちばし。で、ここに大きい骨があるので、ここに切れ目を。こんな感じで。ここに大きいが骨入ってますので。で、あとはもう、この端っこが皮をどんどん抜いてください。で、一旦、きれいにします。で、続きまして、この肝が非常に美味しいので、この肝を。この内臓、こういった内臓はもうなるべく包丁で切らないようにしてください。で、肝も、潰さないように。あとはもういらないので、これはまああとはもう煮つけてもらったらいいです。ただこのヒレが残るので、このヒレも煮付けるときはこの尻尾も切らないで、ね、もうこれとこの肝を一緒に煮付けてもらえば美味しい煮付けができます。